このヘッドハンターズは見た通り双子のプエルトリカンである。共に身長186センチ、195キロという超大型肉弾コンビだ。しかもこの巨体でドロップキックやなんとムーンサルトプレスといった空中殺法を見せるのだ。このものすごい兄弟、それぞれヘッドハンター A、B を名乗っているが、どっちがどっちなんだ。そう、今回の場合ズバリパンツの柄、柄のある方が B、ない方が A だ。一方ミスターガンノスケ、178センチ100キロ、 FMW のフォークだったが後藤、フライングキッド市原と共に脱退、3人で新 FMW を名乗る。新弟子時代後藤に散々可愛がられ強くしてもらった。プロレス用語で可愛がるとは至極という意味である。このルールを非常に有効に使っている。ヘッドハンターズにタッチをさせないのである。そう、風呂の温度はどんどん加熱されるのだ。忘れてはならない、外国人には風呂に浸かるという習慣はない。その点日本人ことに江戸っ子は熱い湯に我慢して入ることを生きとしていたのだ。これは無効。結局 B は再びジャパニーズスタイルバスへ戻る。後藤は徹底して B を攻撃。熱い湯に浸かることはそれだけでも心拍数が上昇、心臓に負担がかかる。マジでハンターズの巨体はそれだけでも心臓に負担がかかっているはずだ。心臓麻痺の危険性すらある。見てください、この汗。はい、わかりました。じゃあお願いします。
これもう相当お湯の中暑いですよね。今もう90度この部屋は60度ぐらい。いやもう下が減ったからもうIWA タッグチャンピオンチームのヘッドハンターズだが、慣れない日本のプロに負けた。 A の方はまだまだ余力が残っている。新 FMW 軍の完全な作戦勝ちだ。外国人が風呂に慣れていないこと、そしてハンターズにとって不利だったのは、双子ならではの息の合った合体攻撃ができなかったことだ。